カール・グレーベ、カール・グレーベは、ドイツの科学者である。ライプツィヒ大学、ケーニヒスベルク大学、ジュネーブ大学で教授を務めた。カール・リーバーマンと共に、工業的に重要な染料であるアリザリンを、初めて合成し、有機化学の基礎的な術語体系の構築に、貢献した。1841年に、フランクフルト・アムマインで生まれ、同地の職業高校を経て、 カールスルーエ大学に進んだ。その後、科学メーカーのマイスタールシウスウントブリューニングに勤め、副診の製造を監督し、要素を用いた紫色の染料の研究を行ったが、この研究により目の病気を患い、研究の第一線から退いた。1862年にハイデルベルク大学のロベルトブンゼンの下で博士号を取得した。 1868年に教授資格試験の論文を書き、ライプツヒ大学の教授となった。1870年から1877年には、ケーニヒスベルク大学。1878年から1906年には、ジュネーブ大学の教授を務めた。この時期は、有機化学の構造理論と命名が発展していた時期で、グレーベは、ベンゼン艦の痴漢に関する。 オルト、メタ、パラという術語を作った。クレーベは1826年にフランスの科学者ピエール・ジャン・ロビケがアカネの根から単理していたアリザリンを1868年にカール・リーバーマンと共に合成した。この科学合成はドイツ及び世界の占領工業のマイルストーンとなり、またアカネの根を生産していたフランスの農業部門の崩壊の予兆となった。 1927年にフランクフルトで死去した。グレーベの教え子にはメチリジンホスファンの研究で死亡死科学研究の初期の犠牲者の一人となったベラ・ボグダノフスカヤがいる。グレーベの下での彼女の博士論文は1892年のジベンジル・ケトンに関するものであった。ありがとうございます。